こんにちはかも。どうも。髪色も、髪色？早く色落ちしてほしい。いやー、レッスンでした。三角チョコパイ食べた？食べてない。食べよう。食べます。やだ、うん。エリナちゃんのためのツイッターのアカウントとうとう作った。あ、嬉しい。見つけます。そう、今日は朝ごはんはドラゴンフルーツとあのパンプキンモンブランとあとね、何だったかな、あ、そうでした。お昼ごはんチャーハンはお母さんにね、なんかその朝ごはん食べてる途中にチャーハン作ってって言ったら、えって、何時に出るのって言われて、何時何分って言ったら作ってくれたチャーハンを、めっちゃ美味しかった。チャーハン作ってくれてめっちゃ美味しいって思って、すごいなって、やっぱ私のお母さんはすごいなって思いました。ドラゴンフルーツって珍しいもの食べてるね。そう、ドラゴンフルーツが家に届いて食べました。私はね、お母さんのご飯、お母さんの手料理を食べるために生きてんだって今日チャーハン食べながら思いました。本当にそう。嫁やんだって。そう。昨日はめっちゃ面白い、なんか妹がね、妹の家に虫が出たらしくて、でめっちゃテレビ電話で虫の駆除を聞いてて、めっちゃ泣きながら笑いました。ずっと泣きながら笑って、その妹がうっうっとかって、出たとか、わーって死んでない死んでないとかって言って、めっちゃパニクってるビデオ通話をお母さんがしてて、お母さんもめっちゃ笑って泣きながら笑ってて、お父さんはそれをウイレレしながら聞いてて、私はスプラトゥーンしながら聞いてたんですけど、めっちゃ面白すぎてずっと泣いてました。今日は水色ね。え、三角チョコパイ食べたいな。初めて見るトレーナー、初めて来た。じゃあ使ったトレーナー来たら、外ではさこれがちょうど良いけど、レッスン場ではちょっと暑かった。ほう、白と黒があるね、三角チョコパイ。え、そう、なんかさ、白、黒はさ黒だけど、白は白の王様みたいな名前じゃない？なんか差別だって思った。なんで黒はさそのまんまの黒って、なんで白は白の王様って、王様つけんねんって思いました。でも白の方が食べたいです。うん。今日は私の誕生日です。おめでとう。
フィレオフィッシュ食べてる。え、美味しいよね。私はダブルチーズバーガーとテリヤキチキン、テリヤキバーガーとあとエビフィレオが好き。一番は本当はエビフィレオが一番好き。サムライマックがいい。サムライマックこの前食べました。でも忘れちゃった。どんなんか美味しかったけど、どんなんか忘れちゃいました。新曲発売までいよいよ明後日ですね。ね。楽しみ。てかなんかさあ、もう明後日か。ね、逆上がり公演が発売日にあるからさ、ね、ぜひ楽しみにしていてください。明日フラゲ日のために休み取った。え、嬉しい。明日はうたコン見てください、ネットサイン会は土曜日か。だってあれ、ネットサイン会っていつだっけ。あれ 22？ あら、忘れてた。私のスケジュールから22だ。何時からだっけ。何時から何時まででしたっけ。7時、20時半。あ、なるほどね。夜なんだ。うん、遅番なんだね。AKB カフェ入った。入ってない。行きたい、機会があれば。さっき行ってきたよ。だって、え、美味しかったですか。何食べたんだろう。20日 DD 席までボール取りに来てね。だって、お、くれるってことですか。絶対行きます。うん、大丸いつ行きますか。もう行ったんだよね。また行きたいけど、もう行きました。 AKB カフェでドボンやってる人いて AKB 好きすぎだろと思いました。え、嬉しい。いい話じゃん。素敵。アクスタすごく大きい。嬉しい。だって、え、大きいんだ。実際
lesson? ドローンライブ練り歩きあったらいいな。え、ないんじゃない？ないんじゃない？現実的に考えたらないと思う。うん、エビナさんこんばんは。最近パン食べましたか？食べました。なんかめっちゃ美味しいパン食べました。スプラトゥーンしたいよ。スプラトゥーン、もうスプラトゥーン中毒だ。だいとゲームしたいだって。いいね。なんかさ、スプラトゥーンさ、なんかすごい最近敵が倒せるって。やっとね、狙った獲物を仕留めることができるようになったんですよ、スプラトゥーンで。でね、よっしゃーって思って、スプラトゥーンがすごい得意な友達がいて、その子に連絡して一緒にやろうよって言ったら OK ってなって、昨日やったらその友達が上手すぎて霞んだ。私が、しかもゼロ。そういう時に限って一人も倒せないで、いっぱい倒される。でその友達は10人以上倒してる。やばい、霞んだ。そう、でもその子は2の時からめっちゃやってたらしくて、そう、なんかね、もうほんとね、5-2ガロンっていう武器が一番好きなの、使いやすくて。5-2ガロンがもう慣れてもうずっと使ってて、そう、そしたら武器合ってないんじゃないって友達に言われて、そう、でも私はこの武器しかって、そう、私は5-2ガロンで行くの。さあ、煽られた。武器合ってないんじゃないってだって本当、私はね、もう 銃がいいの。ババババババって連射できる。で、広範囲にちょっと広げられる。ボーンってまっすぐじゃなくてボーンってなる銃がいいわけ。そう。で、北斎とかも使ってたんですけど、ローラーとかも。ちょっとなんか、なぁと思って。で、私はもう、ゴーニーガロンって思った。そういう小田さんがダメないよって。いや違うの、私はもう極めるの。ゴーニーガロン、結婚しよう、愛してる、ごめんなさい、私はできません。サブは雨降らしじゃない、これ、ドゥンドゥンシャーって。サブはこれ、雨の一本雨いやでも
そう、めっちゃやってっから、スプラ。今レッスン上だってどうだと思いますか？一斉に鶏麺の配信始まっただって、え、マジ？眠い。今日も可愛いですね。え、どこら辺がですか？具体的にお願いします。スウェット、確かにこれは可愛い。エリちゃん囲碁頑張ってますか？やってます、囲碁。私は最近はコップに、なんかコップにさ4層ぐらい色がさあってさ、こうやって同じ色を入れてくゲームにめっちゃハマってんですよ。昨日、おととい、いや、いつぐらいから始めたんだっけな、おととい始めてね、それ。昨日美容院でずっとやってて、電車の中とかでもずっとやってて、さっきもやってて、広告でよく見るやつでね、なんかもう暇だなと思った時にやったんです、おとといぐらい。めっちゃおもろって思って、めっちゃ暇つぶしでめっちゃいいやんって思って、めっちゃおもろい、あれ。めっちゃ面白いですよ。でも広告が多いのがあれなんですけど、めっちゃおもろい、暇つぶしにめっちゃいい。違うの、なんかもうアップルでゲーム、面白いゲームとかってめっちゃ調べてたのね。なんかシミュレーションゲーム、料理系のゲームとか着せ替えとか、もういろんなの調べてて、でもいいのがあんまなくて、でもとりあえず気になるもの7個ぐらい入れたわけ、アプリ。やっぱでもそれがやっぱ面白かった、ウォーターソフト。
それやってて2時間経ってたことあるだって。でもわかる、立ちそう。広告めっちゃ挟んでくるゲームありますよね。あ、そう、それボタンソートもめっちゃ、もう1個のステージ終わるたんびにもういちいち広告。広告祭りです。今何時何分だろう。41分。じゃあ45分になったらおランキング読みます。ね、待って、このさ、下のガチャキャプセル、あ、ガチャカプセル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 さ、めっちゃエモいんですけど、このガチャカプセルってだってショールーム選抜の時にさ支給されたやつですよね。エモいんですけど今。あ、ガチャカプセルは定期的に支給される。あ、そうなんだ。なるほどね。エモ。1日5個もらえる。すごっ。お、いっぱいがなんかガチャカプセル来た。みんないいですよ。ガチャカプセル待ってまーす。あ、待ってたら。おお、来た。全部投げた、ありがとう。ガチャカプセル言いにくそう、言いにくい。ガチャカプセル、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、バスガス爆発、バスガス爆発、爆発、バイパー、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガスカパスパ、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。しゃ。何？パグ抱く白髪、パグ抱く白髪、パグ抱く白髪。これ何これ？早口言葉なの？隣の客はよく柿食う客だ。隣の客はよく柿食う客だ。隣の客はよく柿食う客だ。簡単これ。焼肉食べ過ぎてお腹いっぱいです。焼肉食べ過ぎてお腹いっぱいです。焼肉食べ過ぎてお腹いっぱいです。お便りは綺麗、面白いスタイルいい、欠点ないやん。お便りは綺麗、面白いスタイルいい、欠点ないやん。お便りは綺麗、面白いスタイルいい、欠点ないやん。
まあね、スラスラ言えますね。だってそう、滑舌っていうか早口言葉得意だね。お、45分だ。じゃあそろそろランキング読みたいと思います。いきます。13位 KK3500、 12位みほ、11位ムラッペ、10位中堅、9位パデル、8位釣りバカハマちゃん、7位マッタ、6位トッサーアットおだし、5位スイカ、4位ヒノト、3位ミヤちゃん、2位マッカーシーアットおだし、そして1位はボマー。ありがとう。では皆さん、本日の配信見てくれてありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。ではバイバーイ。